さあ、で始まりました。マチェチャンネル。さあ、今回ですね、はい、ハルさんとイセキさんにおいでいただきまして、はい。ハロだよ。何ですそのぎこちない、もう撮った後なのに、これ。温まってる。温まってるはずなのに。うちのチャンネルは静かじゃないんでね。うん、はい。お二人ともトイック満点ということで、ハルさんもね、トイックチャンネルやってるので、うんうん、ちょっと聞きたいのがですね、トイック不要論ってあるじゃないですか。お不要論って唱えてる人結構ね、いたりすると思うんですよ。うん、私も対談したりとかしたと思うんですけど。うんうん、してましたね。皆さん、どうなのか、トイック満点まで持ってるわけですから。うんうん、はい。トイック不要論について、ちょっと激アツに物申して、激アツっていうのもあれですけど、物申してもらおうかなと。はい、トイックって、不要ですか？いりますよね。いると思いますね。さすがに。不要にしちゃったら、どうやって英語力測るんですかっていう。うん、もう測れない。っていう感じだと思うんですよ。トイックがなかったら、はい、英検でもちろん測れるとは思うんですけど、細分化されてなかったりとかしますし、はい、で試験の時間も長いですし、うん、トイックの方が簡単に取れるっていうのもあるし、うん、でしかも全部の会社で4技能必要かって言われるとそうでもないと思う。トイックだと L&R の方が一般的だと思うんですけど、うん、やっぱ L&R だけでサクッと英語力見たい会社も多いと思うんで、人事的な観点から見るともうどうしても必要になっちゃうのかなって思いますけどね。なるほど、うん、脳科学者がここにいて、はい、わーって言われたとして逆にどう言い返されますかね。あんなつまんない試験やったって意味がないだろう。そんなんで英語力なんかつかねえよって言われると思いますけど。つまんないっていう点に関してはアグリーしますよね。トイック面白くはないと思うんですけど、うん、それはおっしゃる通りだと思うんですけど、はい、ただ日常会話とかビジネスの英語つまんないじゃないですか、基本的に。なのでそこで使われるつまんない表現だったりとか、うん、会話の基礎を得るためにトイックはすごくいいし、英検との違いで言うと開催頻度圧倒的に多いですよね、うん、毎月やってるので、うん、あとは5点刻みで、うん、結構細かく英語の成長を図ってくれる点で差別化できてると思いますし、英語力のアップを割と細かく反映してくれる試験だと思うので、うん、英語学習し始めの人にとってはいい試験なんじゃないかなと思いますね。なるほど。英検は SCBT だったら結構受けられることは受けられるんですけど、うん、受けられるじゃないかっつってこれもういい。そして同じ一つの試験でみんなが同じでこう測られますからね。英検のようにこう分かれてないんで。そうですね。うん、確かに。どうなんですか、うん、トイックを受けきているわけですけど、僕のこう英語力のベースにはトイックがいて、トイックでスコアを上げたいっていうところから英語の学習始まって、である程度の点数取ってからスピーキングとかに入って、うん、結構英語喋れるようになってるので、すごく感謝してます、この土台作りの点で。もともと理系ですからね、うん、物理専門で IT 系の仕事して、それでいて英語っていう時にトイックがきっかけと。どうやってスタートしたの、トイック。英語全然興味なかったんですよ、うん、大学4年生で研究室配属が決まって、それまでは専門科目ばっかりやってたんですよ、うん、第一希望の研究室入るために GPA 高くしないといけないので頑張って、はいはい、で晴れて第一希望入れましたってなった時に、単位も全部取り終わってたんで、なんか勉強しようかなって思って、うん、英語の勉強就活を見据えて始めたっていうのが、それがきっかけです。なるほど。就活にもやっぱ役立ちましたか。めちゃめちゃ役立ちました。理系だったっていうのもあるので、TOEIC で高得点持ってる人って少なかったんですよ、はい。それをこうアピールするというよりは、さらって書いておくというか、TOEIC、うんうん、の点数欄のところに900とかって書いてあって、話すアピールポイントとしては研究での成果ですよね。うんうん、国際学会の発表とか、自分の研究ここまで進めましたっていうのをアピールしつつ、面接官の目に必ず止まってくるわけですけど、うん、あ、英語ももちろんその研究の過程で必要だったので取り組みましたって言った時のすごい好印象だったと思います。そうですね、理系でも発表するにも英語ですし、うん、そして情報を得るにも英語っていう時代ですからね、うん、英語ができていい決まってるわけで、うん、その土台としてね、トイックで全てとは言わないですよ、きっかけとしてもいいですし、うん、こう伸ばしてくれるっていうね、ある程度のところまでは絶対いけますからね、うん、確かに。ありました？伊関さんもそういうのは。僕も実は大学生の時に英語の勉強頑張ろうと思ってより力を入れて始めたんですけど、高校生の頃とかは偏差値40とかで英語全然できないっていうところから大学に入って、1年生の頃から英語の勉強しようってなった時に、最初実は英検を受けようと思ったんですね。はい、で、英検準1級受けて、でも1級見た時にレベルが違いすぎて、うん、準1級から1級目指せないってなって、うん、で間でトイックを受けていったんですよね、はいはいはい、でもそのトイックと英検の組み合わせが僕はすごい良かったです。おー、なるほど。目標ができてそこに向けて頑張ろうっていうのがあったんで、うん、勉強を続けるきっかけにもなりましたし、そうですね、継続することができて、その結果イギリスの大学に留学できて、で英語力がすごい上がったっていうのがありますね、うん、そうですね、こう継続し続ける短期的な目標っていうのがないとなかなかできないですからね、人ってね、うん、
だから試験っていうのはモチベーションっていうものには、うん、まあ日本人という人たちにも合ってるもんだと思います。試験大好きですもんね。そうそうそう、試験大好き、うん、マウント大好きですから点数大好きですから、うん、確かに、まあ、それで英語力も上がるんだったら、うん、一石二鳥じゃないですか。マウント取りたい欲も満たされ、はい、それで英語力もついてくるんだっていいと思いますけどね、うん、なかったらどうなってたと思います TOEIC。なかったら、そう、なかったら僕の場合は就活を有利に進めたいっていうのがモチベーションだったので、うん、他の試験を勉強してたんじゃないかな。でそれは多分英語に限らずですね、うんうんうん、就活の時に一番ホットなというか、うんうん、有利に進めるのに役立つ資格をきっと勉強したと思います、うんうん、じゃあ TOEIC は常に就活を有利に進めるホットなやつであると、うん、当時もそうだったし、うん、今でもやっぱ TOEIC 強いんじゃないかなと思ってますね、うんうん、なるほど。伊関さんどうなってましたか。TOEIC なかったら準一級まではもちろん取れてたと思うんですけど、うん、そっから先に目標ってするものがあんまりなんか思い浮かばないですよね、うん、なるほどね。まあもしかしたら TOEFL IBT 受けて、うん、まあもちろん TOEFL も受けたんですけど、うん、その留学のために、まあ、それもすごい難しかったんで、ただやっぱりそこで TOEIC 一回挟んだから英語力基礎が伸びた状態で次の目標に向かっていけたっていうのがあるんで、挫折してたかもしれないですねそこで。あ、なるほど。なかったらって想像するのはなかなか大変ですけどね、うん、僕自身も本も書いてなかったでしょうし、確かに今の状況が全くなかったと思うので、うん、まあ、当時 TOEIC 満点もそんなにいなかったんでね、はいはい、今はもうね TOEIC 満点って取れるものだってバレちゃいましたから価値どんどん下がっちゃいましたけど、まあ、当時はものすごいTOEIC満点取ってるだけで本が書ける時代でしたね、うん、それぐらいプレミアチケットだったので、うん、いろんなことがトン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 教える人としてもボボボボボンと階段上がっていける。じゃあ一番のおすすめポイントは何ですか。一番のおすすめポイントは、はい、最近の傾向かもしれないんですけど、実際の職場でも出てくるような砕けた表現みたいなのも出てくるようになってきてて、うん、英検はちょっとアカデミックの色が強いのかなと思うので、うん、そういう意味では仕事で使いたい、カジュアルな現場で使っていきたいっていう方は TOEIC マッチしてるような気がしますね。なるほど、うん、そうですね。リスニングは口語で、でリーディングがずっと書き言葉でやってきたんですけど、最近はチャットとかですね、うん、口語も入ってくるようになったので、うん、分かれてたんですけどね、はっきり昔は、うん、でも最近はそういう口語もパートに出てくるようになったんで役立つと思いますね、うん、伊関さんはありますか。就職活動じゃないですか、うん、はい、就活、まあ、転職とか新卒の採用もそうですけど、うん、やっぱ TOEIC があることで評価されるっていうのはあると思いますね、うん、で僕も今は会社経営してますけど、新卒で入った会社もそうですし、転職活動した時もその時は TOEIC 985点だったんですけど、うん、まあ、かなり評価されたとかっていうのはありますし、うん、はい、ですね、僕の場合日本大学退学してイギリスの大学卒業してるんで、うん、なんだこいつって思われがちなんですよ。でもそこでちゃんとしか資格でいい点数取ってるっていうのがあると面接まで行きやすいっていうのもありますし、うん、今日は85点を取る過程でどういう勉強を頑張ってきたのかっていうプロセスを見せるっていうのもできますし、うん、就活だとやっぱ TOEICめちゃめちゃいいと思いますけどね。うん、まあ努力の証だと思ってますからね点数は、うん、本当にそうですよね。なんか別に英語力が伴ってなかったとしても、うん、簡単じゃないじゃないですかスコアを上げるのが、うん、985点とか満点まで取ってる人ってちゃんと努力できる人だっていう証明になります。そうなんですよ、語学は証明になりますから。もちろん帰国子女だったりとかネイティブだったり違うと思いますけど、本当日本人がそうやって取ってるってことはそこにねただならぬ努力があるわけですから、うん、ぜひ TOEIC 不要論じゃなくてやろうと思ってください。はい、はい、で今回はお二人に TOEIC 不要論が不要であるということを語っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。